日本ハム新庄剛志監督51が新婚選手たちへの期待感を示した9日新人合同自主トレ初日とスタッフ会議が行われた千葉鎌ヶ谷の球団施設を訪れ年明け最初の報道対応球場入りの際に待ち構えたテレビカメラの前に立ち止まった24年シーズンの第一声は明けましておめでとうございます どうしたんですか、ファイターズの結婚ラッシュ。俺も、流行りに乗ろうかなと思いますと言って笑みを浮かべた。今、オフは玉井、上原、生田め、伊藤、今川、山本拓、北浦、加藤豪、奈良間と9選手が結婚したことを公表。スタッフ会議後に、改めて結婚ラッシュのことを問われた新庄監督は、ねえ、俺もついていこうかなと再びにやり。 続けて、てそれも期待しているんですよね。やっぱり結婚したことによって家族を支えないといけないという気持ちがものすごく強いと思うんでそれで空回りしていくような選手じゃもう活躍できないですと旧選手の飛躍を願った一方で新庄監督の再婚願望については僕はしないですと即答結婚に向いてないかな 向いてないというか僕は一生子供のままでいたいし結婚して子供が生まれてディズニーランドでアトラクションに乗るために2時間並べないもん母はははと話し笑いを誘っていた私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです軽装に言ってるけど 結婚して無計画で子供作って離婚するよりこんな風に自分は向いてないと宣言して結婚はしないというのはある意味偉いのでは一緒に暮らしてる女性は結婚しなくても納得されてるのかなそれなら問題ないと思います結婚して子供が生まれてディズニーランドでアトラクションに乗るために2時間並べないもんご自慢のエスコンになんか遊べる施設あったやろ えまた整形したのつよし顔パンパンやぞ大丈夫か太ったの他人には厳しいのに。